はようございます。おはようございます。お久しぶりですね。お久しぶりです。今日は何をしましょうか。今日は、はい、鉄骨の塗装。鉄骨の塗装、はい、鉄骨看板ですね。もうすごい錆びてたんですよ。はいはい、もうまちゃちゃで。あ、分かります、ね、落ちてますね。そうなんです。これ全部錆びなんですね。これがそうです、そうです。うーん、それはまあ、まあ、他の動画でもあるんですけど、はい、まあ、懸念作業って言って懸念して、はいはい、で今赤色の錆止め、錆止めを塗ってある状態。そうですね。錆止めも、はい、僕らあの赤色とか白色使い分けてるんですけど、はい、で多分上塗りが濃くなる場合は、あの赤色使ってます。あ、今回ちょっと色変更があって、はい、薄いグレーと濃いグレーにしてほしいってことだったんですけど、はい、だからちょっと赤入れちゃってますけど、それだったら多分下塗りは白の錆止めの方がいいかもしれないですね。ああ、そういうことですね。そうなんです。これなんかポール、あれ、はい、塗り残しですかこれ。これは塗らないんですよ。これは基本塗装しない。しない。はい、ものです。素材によってそうなんですね。はい、だけど。ちなみに、はい、ちなみに、はい、これ、これ、あのお客さんちのじゃなくてお隣さんの。お隣の。え、サービスですかこれも。いや、僕がミスしちゃった。完全なる間違いですか。そうそう、ごめんなさい。あの後で謝っときます。はい、そういうこと。もうお客さんに説明したら、あ、いいよいいよみたいな、あの仲いい人だもんねって言ってくれたもん。綺麗になっていいんじゃないみたいな。よかったと思って。見本帳があるんで、あ、まあ、大体自分の中でどれぐらいのグレー作るか。はい、でグレーでも、はい、このあ、たくさんありますね。そうなんです。この N95、N93 とかわかります？この白い。あ、数字が、はい、そうです。これ95からバーッと下がってって77、はい、55って、はい、暗くなってってのはわかりますか？あ、グラデーションになってます。そうなんですよ。はい、N 版って言って、はい、N は基本的に、はい、あの白色と黒色しか使わないです、はい。N が50になったらちょうど真ん中のグレーになります。はいはい。あ、そうです。N90 とか上に上がってくるともう白。白色っぽい。あ、そうなんですよ。グレーでもたくさんあるんですね。そうなんです。で、これがまあ、言ったらまあ、2色でできてるグレー。もうここからはもう色がもうどんどん増えてます。だいたい3色、4色。この辺も、言ったらもう、グレーですよね。あ、グレーですね。また違う色が混ざったグレーなんですよ。そうなんですよ。だいたい似たようなとこやってこうやって見ると、こっちの方が黄色かったり。あ、本当ですね。そうなんです。でこれ YR って書いてあるじゃないですか、はい、これがあのイエローとレッドなんですよ。あ、黄色と赤も使ってますよっていう。はははは。でこれがマンセルチって言って、はい、明度とかサイドとかが全部ここに決まってます。あ、数字で分かるようになってるんですね。そうなんです。だからもういろんな本当グレー一色にしてもあるんですよ、ね、うん、ありますね。そうです。まあ、見本帳って結構すごいんですよね。本当にあるんですね。そうなんです。で全部にだいたい番号が、あ、振ってあります。こうやって、でこれはもう普通の冊子の見本帳じゃないですか、はいはい、あの塗料のカタログがあって、ええ、まあ、塗料のカタログにはあの大体あの外壁で使われる紫外線とかに強い色、はいはい、が大体載ってますね。こういう鮮やかな色とか、はいはい、マッキッキーとか、はい、このマークがついてると思うんですけど、ええ、こういうのだともう水性の塗料だと色が出にくいとかいろんな効果があるんですよ。ちょっと水性だと使えないよう、ね、に出にくいですとか。そこまでわかるんですね。そうなんです。なんであんまりおすすめしないのです、この辺は。色飛びしちゃうんで。で、まあ、今回 N 系の色作るんで65ぐらいしますか。65ぐらいで、はい、濃い色とか薄い色あるじゃないですか、はい、まあ、もうちょうどいいとかが 50だとしたら、だから60だ、これぐらいだとしたら、はい、まあ、多い色の方から入れてあげます。あ、そうなんですね。そうなんです。で、まあ、色変えたら例えばこれって白から入れるんじゃなくて赤っぽいじゃないですか、はいはい、なんで割合的に赤が一番多いから赤から入れる。へえ、あ、なるほど。そうなんですよ。そういうことなんですね。そうです。白がいっぱい。そうですね。こっちから入れてあげるとカンカン汚れないんで、口元が汚れないんですよ。ちょっとよ、これはまあ戻すね。そうそう。ちょっと混ざりやすいようにちょっとシンナー入れていきます。シンナー、はい、軽く入れていきます。で、黒も少し落とす、はい、ほんとこれぐらい落としただけでも全然違う。そうなんですよ。なんか混ぜてる時とかいつもどういうことに注意して。飛散ぐらいですかね。あ、飛散、はい。あとは、まあ今ちょっとハケで混ぜちゃってるんですけど、はい、分離しないよね。ちゃんと混ざり。ああ、分離するんですね。結構一発で決まるんですか。
いや、だいたい刻んでみたいな。ちょこちょこ。そうです。まあ、N とかだったら、もうそうですね、白と黒しか使わないんで、ちょっと怖いですね。ああの難しいかもしれないです、逆に。あ、そうなんですね。行き過ぎちゃう場合があって、また戻しての、はい、振り返って。どんどん量が増えていく感じみたいな。そうなんですよ。でも、こういう色とかベージュとかでも、だいたいもう何でできてるかもう、だいたいやってると分かるんで、はいはい、足し算じゃないですけど、まあ、グレーに黄色足してって赤で調整するとか、はいはい、うーそうなんです。だから僕、仕組みを知ってるんで、例えば、焦げ茶、こういう茶色の色だったら黒と赤から足して黄色で調整するとか、その仕組みさえ分かっちゃえば、試験でもあるんですよ。あ、そうなんですか。そうなんですよ。塗装技能士っていう試験で、3色ぐらいあの試験で出されて、それと同じ色作ってくださいって言われて、そうなんです。まあ、全然薄いですね。って言って行き過ぎちゃうと大変です。繊細な作業ですね。そうなんです、うん、性格が出ませんか。出ますね。僕とかもたまにもう、行ったれってやっちゃうと全然違う。行き過ぎちゃう。行き過ぎちゃう。戻すのが大変。よくありましたね。ああ、そうですか。はい。であとはあの、乾いたら色が濃くなる性質があるんで。ああ、そうなんです。のぼりって言うんですけど、色がのぼってくるんで、まあ一段階下ぐらいで、はいはい、それも見越して、そうなんです、色を合わせていく。そうですね。水性塗料なんて特にそうです。なぜか分かんないですけど、水性塗料の色ののぼりがすごいですね。結構濃くなります。全然薄いですね。まだこれぐらいですもんね。そうです。はい、言っちゃったかもしれないです。やっちゃいました。やっちゃったかもしれないです。性格出ちゃいました、これ。やっちゃいました。うわ、出ましたね。うわっていう今。わ、でもまあ大体はこれぐらい来てますね。はい、はい、ですかね。あと少しで OK です。もう恥ずかしいです。真っ黒っすわ。僕 N どれぐらいですか。僕 N30 ぐらい。だいぶ黒いですよね。いやもう夏なんでこんがりいっちゃいました。全然バカンスとかじゃないですけど、海とかじゃないですか。現場焼けです。お仕事焼けですか。まあこれぐらいで、まあ、ちょっとなんか紙だとちょっとまた違うんで、はい、あれですけど、まあ大体これぐらいで合いましたかね、はい、これもう塗り始めたら一気に塗らないとって感じですか。そうですね。乳液性って言って硬化剤混ぜちゃうんで、うん、また固まっちゃうんで。あ、はい、で、まあお客さんに、タッチアップ剤って言って、例えばぶつけたりとか、して塗料が剥がれてきた時用の材料を、はいはい、それも残しとくという。そうなんです、ペットボトルで。これをお客さんに渡す感じですね。はい。これぐらいの色ですね。はいはい。で、まあ、ちょっと材料が濃いんで大丈夫だと思うんですけど、下地が赤だとまあ透けやすいんで、はい、ちょっと2回上塗りかけるでいいんですけど、まあ、劣化した時とか、はい、これを考えるとまあ白とかの方がいいのかなと思います。うーん、はい、透けやすいんですね。そうなんですよ。こんな感じです。はい。もういいですか、この辺で。はい、はい、じゃあ今回は鉄骨の塗装でした。また見てね。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。久々で緊張する。